行くぞ父ちゃん。ああ、来いモルト。俺と違って当然だ。こうして拳を合わせれば今のお前でも何かを感じ取れる。まだまだ俺から感じ取れるものは言葉で表せないモヤモヤしたものかもしれない。それはお前にとって糧となるものだ。俺は当時四代目おかげと拳を交えることができなかった。だからこうしてお前と拳を交えることがなんだかめちゃくちゃ嬉しく感じる。ガキの頃からいろんな奴と戦ってきた。その経験は今の俺に作った。そして今お前は俺と戦ってる。その経験はお前の未来を作ってくれることに俺は信じてる。さあ来い。そろそろ分かってきたんじゃねえか。以前までのうるさい子供なんかじゃねえ。もう忍びなんだから。これで最後だ。拳を交えて分かった。父ちゃんが歩いてきた道が、父ちゃんが今まで見てきたもんを胸にしっかり刻んで、これからバッチリ前に進んでいくってばさ。見ててくれよ父ちゃん。いつの日か俺も強くなったな。
あれに勝つとはな。やるじゃねえか。